レフトへの打球、これはどうだ、伸びていってノートを見送ってです、ガーン、ね、入りました。今川優馬オープン戦第2号、今度は札幌ドームで追い込みました。3対0ファイターズリード広がっています。いや、バッテリーとしてはね、うん、失投でしたけどね、はい、そこ見逃せなかったですね。ツーボールナッシングから今最後のボールはスライダーですね。スライダーですか、はい、このボールですね、ちょっと高めに浮いてきたようなボール、しっかりと振りに行きました今川です。いつもあそこをね、素振りで練習してますんでね、うん、その通りのスイングができましたね。 あそこっていうのはあのスライダー浮いてくるイメージで素振りしてるということですか。あの高い球をね、意識しながらスイングしてますんでね。なるほど、そうなんですね。さあ、でバッターは9番の近藤です。